洗濯板とたらい洗濯板とは、洗濯のために用いられる波状の刻みを多数つけた板状の道具。1797年にヨーロッパで発明された。ただし、このような構造を持つ道具は、中国発祥のものとする仮説もある。19世紀後半から20世紀の前半にかけて、アメリカ合衆国では、中国式の洗濯板が広く利用された。 日本では近代になるまで、たらいを用いた手洗い手もみ、足もみが一般的な洗濯方法で、洗濯板のようなものは見られなかった。日本へは欧米を通して輸入されたが、洗濯板を用いた洗濯が一般的になるのは大正時代からである。電気洗濯機の普及とともに、洗濯板は必需品ではなくなり、用いられる頻度が激減し、 洗濯板は持たない家庭の方が増えた。しかし、今でも、靴下などの汚れのひどい部分を弱洗いするため、使われることがある。日本では、ハンカチや靴下、また一人暮らし用の少量の洗濯をするための、洗濯機より安上がりで簡易な洗濯道具として、見直されている。100円ショップなどで、小型のプラスチック素材の洗濯板も販売されている。なお、欧米では、 副次的な楽器としての用途で用いられることもある。ガラス製の洗濯板材質は木材、金属、ガラスが用いられ、形状は一枚の長方形で洗濯に用いられる。表側とそうでない裏側とがある。表側には長辺に対して垂直方向にノコギリ状の切り込みがあり、これに水に濡らした洗濯物を押し付けながら、 洗濯物を往復させることによって衣服の汚れを落とす。洗濯板はタライヤおけと併用し固定する。洗濯物は大抵の場合は繊維品であり、洗濯板に押し付けられることによる圧力と摩擦にある程度まで耐えることができる。一方、乾燥状態の洗濯物に取り付いた汚れは、洗濯物が水に濡れている環境では、洗濯板上での圧力、摩擦、 振動などによって分解、剥離して洗濯物から分離する。分離した汚れは水によって洗い流されるが、洗濯物はその姿を留めることになる。これが洗濯板を用いた洗濯の原理である。海面活性剤を併用すると汚れの分離が促進される。ジャグミュージックでは洗濯板を楽器に用いることがある。日本では現代的な沈銅屋などが用いて、 演奏をする。洗濯板は非常に痩せている送信の因由として用いられた。1960年代までは日本でも食料事情が悪く栄養不足から肋骨が透けて見えるほど痩せた子供がかなりいたのである。1990年代からは週刊誌などで巨乳の大元語である貧乳を例える表現として用いられることがある。同様の表現に マナ板がーるが、洗濯板の場合、胸の谷間が目立たないことに加えて、肋骨の凹凸感も強調された表現になる。大西正幸、電気洗濯機100年の歴史技報道出版、ISBN 978から4から 765544610ABC 山口正とも、水の道具師、岩波新書、2006年、188ページ、山口正とも、 水の道具詩岩波新書2006年193ページありがとうございます。